ヒョウアザラシは、食肉目アザラシかヒョウアザラシ属に分類される、気脚類。本種のみで、ヒョウアザラシ属を構成する。南極大陸周辺体長オス2.8から3.3メートル、メス2.9から3.6メートル。体重オス300キログラム、メス500キログラム。南極アザラシ属最大種。オスよりもメスの方が大型になる。体型は細長い。 頭部は大きく、パンは尖る。口は大きく、開口角度も大きい。顎は頑丈で、鋭い牙が並ぶ。頸部は長い。背面は、暗カ脂色、腹面は、明色の体毛で覆われる。体側面や腹面には白や黒の反転が入り、表の由来になっている。前肢は発達し、遊泳速度は速い。出産直後の幼獣は、体長1から1.6メートル。 体重30から3 5ラム。本種、ベッテルアザラシ、レプトニュコテスウェデルリカニクイアザラシ、ロスアザラシをまたフォーカロッシーで南極アザラシ属、ローボダンテニーを構成する説もある。南極アザラシ属内では、頭骨や歯からカニクイアザラシと禁煙とする説もあった。二0 1年に発表された核 DNA とミトコンドリア DNA による分子系統解析では、 南極アザラシ属は姉妹群で、属内では、ウェッテルアザラシと単系統群を形成すると推定されている。この解析では、南極アザラシ属ボダンテニーとされた本種と、ウェッテルアザラシからなる単系統群以外のカニクイアザラシや、ロスアザラシオマタフォーカロッシーの系統関係は、不明確で、これらの祖先が南極へ侵入した際に急速に分岐したと推定されている。 海洋や流氷、孤島などに生息する。群れは形成せず、単独で生活する。植生は、動物食で、主に、南極オキアミを食べるが、イカ、魚類、ペンギンなどの鳥類、気脚類なども食べる。気脚類の中では主に、カニクイアザラシの幼獣を食べるが、ベッテルアザラシ、ミナミゾウアザラシ、ロスアザラシ、アナンキョクオットセイアークタセファラストロピカリス。 南極オットセアクタセファラスゴゼラも食べる。アザラシカでは唯一高温動物を常食する。オキアミを食べる際には海水ごと口に含み、球紙で腰取って食べる。天敵はほとんど存在せず、人間や大型のサメ、ゾウアザラシ等でシャチに捕食された例もあるが、稀とされる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は274日。 10から11月に1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は約4週間。オスは4年半、メスは4年で、生成熟すると考えられている。寿命は26年と推定されている。極地にいるため、人間を襲うことは少ないが、死亡事故は発生している。2003年に南極の半島部近くで潜水中の海洋学者が突然噛みつかで引きずり込まれて死亡した。 攻撃してきた理由は不明。ありがとうございます。